きがい福島。遠藤元気です。川俣町山木屋出身でプロの和太鼓奏者です。震災前は福祉関係の仕事をしていたんですが、震災を機に自分自身に挑戦したいという思いで和太鼓の道へ進みました。川俣町は土地と人がこう昔から結びついて、名産品であったり特産品であったり芸能であったり、そういう自然とともにこう人が生きてきたあの証が川俣町の名産品になっているので、そういうところが自分の好きなところです。未来ワーク福島移住セミナー札幌で初開催します。